いやいや、うんちパンツ買えない。子猫のレオくんはトイレでおしっこをします。しかし、うんちはおむつでします。レオ、うんちしたでしょ。ママ、ママ、レオがうんちした。パンツ変えて。はいはい、うんちの香りがするわね。おいでおいで、パンツ変えましょ。いや、うんちしてないもん。いや、この匂いは絶対うんちしてるよ。レオ、お尻拭いてきれいきれいしましょ。いや、レオ逃げないの。うんちパンツ変えるわよ。レオくんが怒っていると、魔女のメルちゃんが現れました。レオくんどうしたの？ママに無理やりうんちパンツ変えられた。お尻きれいにしてもらった方がすっきりするでしょ？やっ！そうだ、お尻の気持ちの魔法をかけてあげる。お尻の気持ちの魔法って何？まあ見てなさい。ヒップヒップ、ラブリーヒップちゃん、カモンカモン。臭い臭い臭いに決まってる。ほらね、見て見て、うんちだらけでしょ。こんなの臭いに決まってるじゃん。レオくん、ヒップちゃんがこう言ってるわ。お尻きれいにして、うんちパンツ取り替えたら？いいの！僕はうんちパンツ買えない！ブランコ順番に乗りましょう。うんうん。うんち臭い。向こうで遊ぼっか。ほら、レオくんがうんちパンツ買えないからみんな臭がってるわ。ふん、臭くてもいいもん。レオくんはうんちパンツを買えないまま夕方まで公園で遊びました。お尻がヒリヒリする。もう帰ろう。ただいま。あ、やっと帰ってきた。痛いよ痛いよ。レオくんのうんちパンツの中から苦しそうな声が聞こえてきました。うわー、お顔が痛い痛い。ヒップちゃんが真っ赤な顔をして泣いていました。お尻にうんちをつけたままでいるとお尻が荒れちゃうのよ。お尻、大事にしてあげて。ヒップちゃん、ごめんね。それからレオくんはうんちをした後はお尻をきれいにしてもらい、パンツを変えるようになりました。ほら、お尻きれいきれい。すっきり気持ちいいね。おしまい。